色の異なる稲を使って田んぼに巨大な絵を描く田んぼアートで、那須塩ラシの水田にあのお笑いコンビの絵が登場しました。一昨日から公開が始まった田んぼアートがこちらです。およそ15ワールの田んぼにそれぞれ縦34メートル、横6メートルの大きさで、U 事工事の二人がおむすびを食べてうまっと叫ぶ姿が描かれています。 田んぼアートを制作したのは、田んぼの持ち主の那須塩原市の中野時代さんで、訪れた人に楽しんでもらおうと、田んぼアートを毎年手掛け、今年で14年目になります。今年のテーマはおむすびで、日本穀物検定協会が2023年産の米の食味ランキングを発表し、県北畜産のコシヒカリが最高位の特ウに格付けされたことから、 お米の消費拡大と地域活性化を願って制作しました U 字工事が中野産の田んぼアートに登場するのは2021年に続き2度目です作品はコシヒカリをベースに古代米や観賞用米など9種類の品種を使って線や色味を表現しています今回は5月4日に田植えを始めおよそ1週間かかって完成させました 少しは苦労しているのでそういうところも考えてぜひ、まあ、楽しんでまあ、感動してっていただければありがたいなと思ってますこの田んぼアートは田んぼ脇に立てた高さ6メートルの矢倉から鑑賞することができ稲刈り前の9月下旬頃まで楽しめるということです